6時になりました。2月2日水曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は少し夜明けの気配が、地上がですね、黒に近い、それでも赤みを少し帯びているような、やはりあの時間というのは流れてまして、季節も少しずつ春に向かってるなという感じがいたしますね。 4.7 度、北寄りの風が 4.4 メートル、湿度 45% の浜松町です。今日の関東地方平野部ではすっきり晴れるでしょう。ただ各地で北風が強まりそうです。空気の乾燥した状態続きます。火の取り扱い十分ご注意ください。一方北部山沿い雪の降るところがあるでしょう。積雪さらに増えそうですね。最高気温東京都心と横浜千葉で11度、埼玉10度の予想です。昨日と同じくらいではありますけれども、強めに吹く北風が体感温度を下げるというふうに出てますね。東京地方今日は晴れ、明日は晴れ時々曇り。現在乾燥注意報がですね、関東ほぼ全域で、波浪強風注意報が東京23区、伊豆諸島、そして千葉の北西部、北東部、南部、ほぼ全部ですね、印旛地方以外は波浪強風注意報、また茨城県、こちらも波浪強風注意報、海沿い出てますね。そして強風注意報は栃木県の北部に出ています。また雪崩注意報が群馬県の利根沼田地域に出ています。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日は黒のベイスターズの、そうですね、キャンプインということで、はい、そうだ、昨日キャンプインしましてね。そうですよ、私にとっては、正月みたいなもんで、はい、非常に大事な一日であったとそうですか、はい。でも最近あの森永さんのこのツイッターとか見てると、はい、ご自身がもうねトレーニングバンバンやってっから。そうですね、この間1月が終わりましたけども、はい、1ヶ月で7キロ落ちまして。1ヶ月で7キロ落としたんですか。そうですね、で筋肉量を落としたら意味ないので、筋肉量維持しながら、体脂肪と、あとは水分だと思うんですけども。水分も落とすんですか、やっぱり。というかですね、よくみんなダイエットしましたとかっていうと、1週間で2キロ3キロ落ちましたって、あれ大体水分なんですよ。体脂肪が燃えてるわけじゃないので、なのでこう炭水化物とかカットすると、余分な水が出るので、その水分量で減ってるだけなんで、あれ全くダイエットとして意味ないんですけど、そこを超えてさらに運動していくと、体脂肪も落ちていくということで、あとは栄養を気をつけながら、じゃないとね風邪引きやすくなっちゃいますもんね。ですし、カロリーを抑えながら、トレーニングしてしまうと、筋肉をこう溶かしながらそれをエネルギーにしちゃうので、それは全く意味ないので、筋肉を維持しながら脂肪だけ落とすっていうのをやって1ヶ月経ちまして、もう本当走れる距離も3倍ぐらい伸びて、ほう、やっぱ肥満はダメだなって思いましたね。それってある日急に俺走れるみたいに思うんですか、それともやっぱりちょっとずつなんですか。いや、僕これ徐々にって思ってたんですけど、なんかある日急になんか走れてるなとかっていう感じなんで、結構ドンドンってこう行くんですねって感じだと思うんですね。なんかじわじわ、なんでしょう、同じ量だけ進化していくっていうよりは、感覚値としてはずっと同じで、ある日急にドンってできるようになって、ある日壁を越えるみたいな、またこうビーッと横ばいになって急にドンと上に行くみたいな感じだと思いますけどね。いや、最近だからね、キックボクシングのプロの方と稽古つけてもらったりだとか、もう本格的なんですよね。ただ今実は全身筋肉痛なんで、喋る仕事はできますけど、原稿とか書いてると、もうトレーニング直後とも手が痙攣しちゃってるんで、そこまで追い込むんですか自分を。追い込まないと痩せないですよね。夏に向けたあと7キロ落とさないといけないので。もう決まってるんですか。そうですよ、僕元旦の時に人生で一番重くて80キロあったんですよ、で今73まで落ちて、で大会66キロで出ようと思ってるんで、あと7キロ、本気なんですね。
本気ですね。本気ですねって今ちょっと自分を俯瞰した感じの発言だったですけど。そうですね、なのでまあでもなんかこうやっぱ痩せてきて、はい、運動もちゃんとしてるんで、なんか結構頭は冴えてきてる気はしますけどね。血の巡りも良くなってるんでしょうね。というかやっぱ1日今3時間ぐらいは自分の体に使うようにしてるので、ストレッチとかランニングとかトレーニングとか、はい、なのでいい感じですね。そうですか。いやだから僕ちょっとね、今年は健康診断が普段嫌なんですけど楽しみで、あ、もう改善されてるんじゃないかって。僕あの思いっきりデブってた時代の健康診断って、あのほぼ全ての項目が再治療とかだったんですよ、はい。そんなだったんですか。そんな蝕まれてたんですか。血圧、中性脂肪、血糖、尿酸とか、まだ若いのに、全てアウトみたいな、はい、で病院行ったらその痛風の発作とか起きたことないんですかって言われて、数値上はね、はい、ないですって言ったらもう奇跡だと。今起きても全然違和感ないぐらい尿酸値高いし、はい、あとお酒飲みすぎですと肝臓がえらいことになってますって言われましたけど、僕お酒飲まないです。お酒飲みませんよね、はい、ほぼ一滴も飲まないので、はい、それでこの数値は相当食生活がおかしいという、まあ、いうふうに言われてきたんですけども、この1ヶ月はもう医者が見てもびっくりするぐらい完璧な栄養コントロールしてるはずなので、はいですね、はい、もう全部データで。今日はね、おはようテラちゃんもご時代は糖質中毒という本をご紹介して聞いてました、先生、おそらく先生の話って参考になったかと思うんですけどもね。いや、さらに今度は森永さんのこのトレーニングも大事だっていう話を聞かされて、ヘルシー習慣みたいな、もうちょっとやった方がいいかな、まだ2月も2日になったばっかりだしと。そうですよ。で、明日節分でね、あの明後日が立春ですから、はい、いい機会ですよね。そうですね、やっぱ何事も始めるのはね、月始めとかってやっぱ区切りですからね。区切り必要ですから、そうですか。まあ、プロ野球もキャンプインして、そして森永さんはもう今年の初めからですね、7キロ落としてると。筋肉はそのままで大したもんです。あと訃報も入ってきてますね。作家で元東京都知事の石原慎太郎さんが亡くなりました。89歳でした。石原さん1932年神戸市生まれ、一橋大学在学中、これ23歳の時でしたかね、太陽の季節で、芥川賞を受賞しました。で、小説が映画化された際には弟の石原裕次郎さんを俳優としてデビューさせて大スター誕生のきっかけを作りました。まあ、その後も作家として数々の小説を執筆し、三島由紀夫とも深い親交があったほか、裕次郎さんを題材にした弟ミリオンセラーとなっています。まあ、作家としても、まあ、政治家としてもですね、何かとこの話題になる人でしたね。そうですね、作家としての印象もすごく強いですけど、はい、一方で政治家としてもね、はい、なんかまあ今のご時世なんかすごく炎上したりしそうな感じですけど、結構物事をはっきり言われる方だったじゃないですか、はい、でまあね、やっぱその炎上とか避けたいからあんまりこう自分の意見をはっきり言わないって人今の時代多いと思いますけども、はい、まあ、たまたま昨日ね SNS でその石原さんの過去の動画とか流れてましたけど、まあ、やっぱねその人として波が立とうとやっぱ思うこと、言うべきことは言うみたいな、あの姿勢っていうのはやっぱ今の時代だからこそ逆に、はい、まあ、必要だなって本当改めて思いましたし、まあ、時としてねやっぱ炎上覚悟で言うべきことは言わないといけないというようなことを改めて学びましたよね、はい、まあ、こうあるべきだっていうこと、そうですね、特に国の行く末についてですよね。まあ、やっぱりその立場違えばですね、意見も考え方も変わってきますから、はい、それは一つの意見を言ったら、まあ、賛成してくれる人もいれば、まあ、反感を買うこともあるでしょうけども、まあ、やっぱねそのどこにも角を立てないというか、八方美人な意見ってそんなに役立たないので、やっぱ言うべきことは言うんだという強い気持ちを持つっていうことを、ね、これは今の日本のトップにも僕は求めたいと思いますね、はい、そして自分の発言したことはまあ最終的には自分で責任取るわけですからね。そうですね、はい、まあ、自分のケツは自分で拭くんだと、はい、だから俺は言うんだみたいなこう強いですね、コミットメントとかリーダーシップ、やっぱ改めて必要だなと思いますよね。はい、まあ、人の話を聞くっていうのもね一つ大事なんでしょうけど、うん、ズバッと言うっていうのも、ね、そうですね、それがリーダーだと思いますよね。はい、時刻6時13分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら読売新聞、東京都病床使用率 50% 超。
東京都内の新型コロナの患者用の病床使用率、昨日の時点で 50.7% になり、都が緊急事態宣言発出の要請検討するとしていた 50% を超えました。先月1日に 3.3% だった都内の病床使用率、感染拡大に伴う入院患者の急増で上昇を続け、先月17日には 20% を超えています。増加のペースはさらに早くなり、 20% を超えてから1週間余り経った先月26日 40% を超えていました。そして昨日、都が緊急事態宣言発出の要請を検討するとしていた 50% を超え 50.7% となりました。緊急事態宣言のこの発令のこの要請検討の 50% を超えたということなんですが、森永さん、これどうご覧になりますか？そうですね、まあそのトリガーを決めてこうなったらこうしますみたいなのに沿って運用するっていうのは、まあこういうものの何ですか、基本というか、要は適当になんとな、なんとなくでやるんじゃなくてデータに基づいてやるっていうのは非常に重要なので、まあそのトリガーに基づいて判断するっていうのは全然いいと思うんですけど、まあただその一つの指標をですね、まあそのトリガーにするっていうのは非常に危険で、やっぱ複数のトリガーを見ながらっていう話だと思うんですけれども、まあ要はその実際にじゃあその病床使用している人たちがどういう状態にあるのかっていう、もうちょっと踏み込んだデータを多分見ていくべきだと思っていて、まあやっぱその一つは重症者の病床使用率はどうなんだっけという一個踏み込んだ数字も多分見ていかないといけないんですよね。要はそのもうじゃあ例えば、まあ、すごい変な極端な話すると、医療資源がもう限界なので、まあ、症状が軽い人は出てってくださいって言って出てってもらった時に、自宅療養に移した時に、まあ、余裕ができるんであれば、それは実際のところは本当の意味でのパンパンな状態ではないわけですけども、もうそういう状態じゃないと、この人はもうその家とかじゃ全然治療なんかできる状態ないよっていう人で埋め尽くされてしまっているのであればピンチだよねっていう話なので、やっぱ一歩踏み込んだ、数字どうなんだっけっていうところもちゃんと見ながら、この緊急事態宣言を出さないと、本当にもうこれはもうこの2年3年ずっと言ってますけども、やっぱ出す以上は経済が思いっきり止まりますもんね。落ち込みますし、実際にそのビジネスやられてる方、タクシーの運転手さんとか居酒屋のオーナーとかいろいろ聞いてると、もうまん延防止措置が出てる段階で、もう相当人手が減ったって皆さん言うんですよね。休業してる店結構ありますよ。ですよね、まあだから正直今更緊急事態宣言に移行したところで、もう経済はすでに痛み始めてしまっているんで、まあやっぱそういういろんなものを見ながら、ただ一つの指標を見て 50% 超えたから、はい、もう緊急事態宣言みたいな、それなんかある意味思考停止したようなものはやめてくれって思いますよね。はい、で今出てきたこの重症患者用の病床使用率は東京都の場合 5.5% なんですよね。まあ、そして先日出ましたように、このなるべくこの軽症無症状者は自宅療養という、まあ、こういう流れにもなってきてますんでね、まあ、このあたりは今森永さんおっしゃったみたいに、まあ、この 50% この病床率が上回ったからといって、まあ、小池都知事も今すぐにやりますなんてことは言ってませんから、もう少しこの総合的に考える、ね、ということは言ってますね。はい、続いてはこちら、日本経済新聞、就業者コロナ前回復遠く。新型コロナウイルス化のこの長期化で雇用の回復が遠のいているといいます。総務省が昨日発表した労働力調査によると、2021年の平均の就業者数6667万人、前の年と比べて9万人減少しています。2年連続でマイナス。宿泊飲食サービス業が22万人減少して過去最少となる一方、医療福祉は過去最多を更新するなど業種間の差も鮮明になっています。まあ、就業者人手不足を背景に2013年以降毎年増え続けていました。そしてコロナ感染拡大前にあたる2019年が6724万でピークとなりました。まあ、その後はコロナ禍の影響で減少に転じていると。特にこの飲食サービス、宿泊、非正規この雇用者、として働いていた女性らが仕事を失ったと言われています。まあ、この就業者の減少、森永さんどうご覧になりますか？はい、これやっぱり感染症の難しいところで、結局ウイルスがこう変異していってしまう、
で結局その変異した結果どうなるかっていうところ、うん、例えば営業を止めなきゃいけないのかどうかっていうのがオーナー自身の判断でできない、はい、つまり国だったり都道府県が知事が、まあ、マンボウだ緊急事態だっていうと、うん、自分の意思と関わらず時短営業しなきゃいけないとかっていうのもあるので、でウイルスがどう変異するかも分かんない、どんな指示が上から降りてくるのかも分かんない、はい、こうなってくると積極的に人なんて雇えない、はあ、やっぱ雇った例えば翌日に変な話緊急事態宣言みたいな話になると、この雇っちゃった人どうするんだっけって話になるんですよね、はい、なのでその緊急事態宣言とかマンボウの開けた少し空いた空白期間って居酒屋とか僕も行ったことあるんですけど、もう人いないんですよ、はい、で全然料理出てこない、あだから客からすると いや人増やせよってついつい思っちゃうんですけど、ただこれ雇う側からするといやんなこと言ったってもしかしたら来週またマンボウかもしんないのに雇えるわけないだろうっていう気持ちもあるわけですよね、だそういう意味で言うと、まあ、なかなかねその声を生まなきゃいけないっていう気持ちはあれど、はい、なかなかそんな簡単に積極的採用はできないよねということを考えると、まあ仕方ない数字なのかなというふうに思いますよね、はい、時刻6時20分です。時刻6時32分になるところです。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。読売新聞です。オリンピック支援戸惑う企業、あさって開幕する北京冬季オリンピック、一部の日本企業がスポンサーとして自社の製品やサービスを提供し大会の運営や日本選手団を支えます。一方で去年の冬季オリンピックで十分な宣伝効果が得られなかった苦い経験、新疆ウイグル自治区や香港などの人権問題を受けて関与を控える動きもあるといいます。去年行われた冬季オリンピックでは、組織委員会と契約した企業が67社に上ったのに比べ北京オリンピック少数にとどまります。今回 IOC と契約した日本の企業はトヨタ自動車、パナソニック、ブリヂストンの3つ。コロナ禍で観客が限定されるため、PR の機会が限られることもスポンサーのこの減少の要因のようだということですね。まあこういう状況になっているようですが、森永さんこれどうご覧になってますか？はい、やっぱりその何でしょう、比較的スポーツ好きな僕ですら、はい、あさって開幕なんだって思っちゃったぐらいなんで、はい、まあ、そう考えるとね、企業から見れば多額のお金突っ込んでもそんなに費用対効果ないんじゃないのって、まあ、思う人たちもいるでしょうし、はい、まあ、特にねその外交ボイコットだとか、話も出てきたりもしてますから、はい、まあ、そういう意味で言うとなかなかねその費用対効果っていうのを考えると、まあ、広告し入れづらい、スポンサーしづらいよねっていう、まあ、企業の気持ちは分かりますよね、はい、でそんな中、衆議院は昨日中国による新疆ウイグル自治区などでの人権問題に関するこの議決を令和新選組を除く与野党の賛成多数で採択しました。北京オリンピック開幕前に人権を重視する姿勢を示した形なんですが、このタイミング等々どうでしょうね。まあ、ちょっとこう本気度が足りないというか、若干こうポーズアピールしてるだけに見えてしまって、実際にちゃんとやりたいんであれば、まあアメリカとかもすでにやってますけれども、まあ例えばその違法な、まあ要はもう人権侵害に近いような労働環境でやらせているようなところから出てくるものを買っているような企業に対しては、まあ、ある意味その罰則を与えるぐらいの強いことをしないと、はい、結局その何ですか、人権問題があるぞって非難します、賛成みたいなことやってても、それ別に何も意味ないですし、痛くも痒くもないわけですよね、はい、中国からしたら、なのでそういうものが実際に行われているということに対して、少なくとも日本企業がそれをこう後押しするのとするのは許さないよっていうのを国として、まあ、姿勢を見せなきゃいけないんですが、まあ、ただこれをやろうとするとね、今度経済界からすれば、はい、まあ、そこの安い労働力をね、まあ、美味しく思ってる人たちも中には実際いるんでしょうから、まあ、そことの、ね、こうハレーションというか衝突が生まれるわけですよね、はい、ただでもだからといってそれを怖がって、うん、あの結局ポーズだけ取ってますってやるのは誰のためにもならないんで、はい、まあ、ここはねやっぱ強い姿勢を見せないといけないんですが、まあ、ちょっとなんか及び腰な感じが、はい、まあ、これは経済側も
政治側もちょっと弱いなっていうふうに思いますよね。まあ、今森永さんおっしゃった通りやりましたっていう感じですよね。なんかやりました、まあ、選挙もあるしみたいな、そうですね、そうそうそう、参議院選挙7月あるんで、まあ、やりましたからみたいな、そうなんですよ、なんかそういうところはこう透けて見えちゃうっていうのがね、だからそんなのを僕みたいな人間にサクッと見抜かれてる時点で脇が甘いよねと、はい、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。法制審議会の部会、昨日この父を決める民法の嫡出推定、これを見直す要綱骨子案まとめました。離婚後300日以内に生まれた子を前の夫の子とする規定のこの例外を設け、母が出産時点で再婚していれば新たな夫の子とすることが主な内容です。現行民法では婚姻中に妊娠した子は夫の子、離婚後300日以内に生まれた子は別れた前の夫の子とそれぞれ推定します。そして検査などによらず父をいち早く確定し、この身分の安定を図ることを目的としています。離婚直後に生まれたこの父が前の夫とは別の男性の場合も戸籍上は前の夫の子となります。でこの状況を避けようとする母親が出生届を出さず子が無戸籍になる問題が浮上、明治時代から変わらない嫡出推定のこの規定見直しを求める声が上がっていました。で要綱案では離婚後300日以内に生まれた子であっても再婚後に生まれた子であれば前の夫でなく新しい夫の子として出生届を提出できる例外規定、これを設けました。生まれたことのこの父と子の関係を否定する嫡出否認、この訴えを提起できる対象者も拡大、父にしか認められていなかった訴えを母や子にも認めて提訴期間を1年から3年に延長しています。森永さん、この見直しはどういう感想をお持ちでしょう。まあ、そうですね、現在の、まあ、状況に沿った見直しだと思うのでいいとは思いますよね。結局その、はい、まあ、昔からあってネットが発達したことによって表に出始めたのか、はい、本当にそのネットとか関係なく直近最近になって徐々に増えてきたのかっていうのはちょっと明確ではないですけれども、まあ、やっぱその虐待、うん、まあ、それ子供に対する虐待もそうですし、はい、奥さんに対するまあ俗に言う DV みたいなものがあって、まあ、結構効くじゃないですか。でそういうのが逃れるためにこう家を出てった奥さん側のことを考えると、はい、まあその無何ですか、はい、その無戸籍の状態の子供が、はい、発生してしまう、要はその前の旦那さんとの関係だったりとか、もう事実上まだ離婚はしてないんだけれども事実上もう破綻状態にある男性との子供扱いされるのが嫌だからっていうようなことを避けたりするっていう意味では、はい、まあ、今回の見直しで、条件を緩和していくっていうことは、まあ、特に現代社会においては、まあ、なんかこうマッチしたというか合わせた感じがして、僕は別にいいと思いますよね。はい、で現行法ではですね、結婚から200日経過後に生まれた子、現夫の子としていますが、要綱案では200日以内に生まれた子についても結婚後の子であれば現夫の子とすると明記、離婚と再婚が近接近くなっていても生まれた子の父親の推定は現夫が優先されることになって、父親の推定が重複することがなくなったことから離婚後の100日間の女性の再婚禁止期間も廃止するということですね。うん、まあ、こういう変更もあるんですね。そうですね。はい、さあそれではここからはですね、森永さんにこのテーマでお話を聞いていきます。雇用保険の段階的引き上げと求人倍率の低下について伺います。政府は昨日雇用保険料の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正案を閣議決定しました。今は労使で賃金の全部で 0.9% を負担するこの保険料率を4月から9月は 0.95%、 10月から2023年3月は 1.35% にします。雇用保険料の利率が上がるということなんですが、これどのくらいの負担になるんですかね。そうですね、まあ、これそもそも雇用保険って、はい、あんまりよく分かってない方もいるんじゃないかなと思うんで、まあ、せっかくの機会なんで、はい、ちょっと簡単に
説明しようかなと思うんですけども、はい、まあ一言で雇用保険と言っても、まあ、結構、ま、中にいろいろ入ってて、ええ、まあ、失業等給付ってやつですね、はい、これがまあいわゆるその失業手当ですとか、ええ、まあ、教育訓練給付とかが入ってるところですね、はい、でこれが現状って、0.2%、はい、でただこういうのって労使折半といって、労働者側と、ええ、まあ、使用者、はい、企業ですね、これが折半するんで、ええ、まあ、今は 0.1% を会社、0.1% を労働者がやっていて、合わせたら 0.2 だよねっていう話ですと。はい、で、次に来るのが育児休業給付。はい、これは企業と労働者がそれぞれ 0.2% ずつ負担しているんで、はい、合わせると 0.4%。はははで、もう一個が今回そのコロナとかで使われた雇用調整助成金とかが入ってる、はい、まあ、雇用保険二次業というやつで、これはあの労働者側は負担が今なくて、ない、はい、企業側の負担が 0.3% ですと。あ、はい、まあ、これが現状ですね。はい、で、先ほどあの寺島さん読んでいただいた中にも入っていましたけれども、まず4月から雇用保険2事業、つまり今企業側だけが負担しているものを 0.3 から、4月から 0.35% に引き上げますと。はい、だからこれは別に働いている人たちには関係ない。会社が負担する。そうですね。もともと今会社負担しかない。はい、で10月から上がるって言ってるのは何かっていうと、先ほど雇用保険の最初の項目で言った失業等給付のところで、ええ、まあ、企業と労働者がそれぞれ今 0.1% 負担しているのを、はい、それぞれ 0.3% に負担してねと、はあはあ、いうことになるわけです、ええ、なので10月以降のことを考えると、はい、まあ、これあのざっくり一番分かりやすい例で言うと、例えば月収が30万円ある労働者の方がいると、はいはい、負担額、毎月の負担額が10月以降になると、600円増えて、まあ、トータル1500円という形になるってことなんですけれども、はい、まあ、なんかこれをちょっとこう批判的なツイートとかするとですね、なんか、まあ、よくいるやつらがいて、毎月1500円たかだか600円増えるぐらいでギャーギャー抜かすなと言ってくる人って結構いるんですよ、でこういう思想って結構危なくて、まあ、その内藤先生とかも怒ってますけど、はい、レジ袋の有料化なんかいい例で、はい、あんなの買ったって1枚2円とかそんなもんなんだからギャースが言うなって、まあ、やっぱいるんですよ、こういうこと言うやつが、でもこういうしれっと何か払うものが上がるっていうのは、これ普通消費者にとっては結構怖いことなんですね、でこういう保険料の値上げってなんかサクッと今ニュースになってますけど、これ消費税を上げますとかって話だったらみんなもっと騒いでたはずなんですよ。そうですね、でもなんかなんとなく雇用保険料がちょっと上がりますみたいなこと言われると、はい、まあ、額も、まあ、その額自体は小さいし、なんか仕方ないように感じちゃうじゃないですか、はい、だからしれっとこう上げられちゃって分かんないまんま、その給料も上がらないのになぜかその天引きされていくものだけは上がっていって、はい、さらに昨今では物価も上がっているっていう、もう最悪な状況が起きてて、でなんでこんなことが起きてしまうかっていうと、結局もうそのまあこれ一時が万事なんですけども、まあ、結局その税金で全てを賄ったりとか保険料で全てを賄わないとダメなんだと、はい、いう話で、こういう考えにとらわれているうちは結局誰かが負担をしていかないと世の中は回らないみたいな発想になっていってしまうんですよね、でさらにこれがちょっとこう激しい思い込みが進むと何が起きるかっていうと、はい、俺は失業保険なんて使ったことないとか、はい、雇用調整助成金に頼ったことないみたいなやつらが出てきて、何が起こるかっていうと、そんな弱いやつらのために俺の給料から余計な金引くなとか、俺の税金で弱者を救うなみたいな声が出てきて、それが結局殺伐とした世の中を作り、自己責任論を加速させて、挙句の果てになんかこうね、流行りって言ったらあれですけど、なんかよくわかんないジョーカーみたいな、はい、ね、無差別殺人だとか、自分も死のうと思ったから巻き込もうと思ったみたいな、はい、わけわかんないこと起きるわけですよね、だからやっぱりそのなんか何をするにしても財源が必要であるとか、その全ては誰かが負担しないと回らないんだみたいな考えで国家の運営をしてしまうと、はい、まあね、そういう最終的には殺伐として世の中が作られてしまうので、なんかちょっと考えを改めてほしいなって思いますよね、まあまあ以前にもね、これいい悪いは別にしますけど、例えばコーヒー一杯分のとかね、そうやってこう少しずつっていうね、そうなんですよ、ありましたよね、
いやだからこの600円、まあ結果的にはこの600円増えて1500円になるというのも今森永さんおっしゃったみたいに、しっかりと考えなきゃいけないってことなんですね。そうしれっと上げられちゃうんですよ。だからこれってある意味そのステルス値上げとかってよく言いますけど、僕からすると結構なんかステルス増税的な感じがして、まあそのレジ袋有料化とかも全部そうなんですけど、なんかしれっとやられて、はい、なんか仕方ないかのように片付けられて終わりみたいなのが結構多いですよね。はい、あとはですね、一方その厚生労働省が昨日発表した2021年平均のこの有効求人倍率 1.13 倍、前の年に比べて 0.05 ポイント下がりました。下げ幅、新型コロナウイルスの感染拡大1年目の2020年 0.42 ポイントよりも縮んだとは言うものの、3年連続のこのマイナス、2014年 1.09 倍以来の水準に落ち込んだといいます。この数値は森永さんどう理解すればいいですか。はい、まあ、やはり先ほど言った通りなんですけれども、はい、まあ、やっぱその感染症の怖さってここにあって、はい、結局自分がどう、要は本来だったらその会社の経営者であるところがどれぐらい採用かけたりするかみたいなのをコントロールしていくわけですが、それができなくなっちゃう。つまりその事業拡大しようとしても、はい、時短営業してくださいみたいなこと言われたらしなきゃいけないし、それ無視してやると何が起きるかっていうと、自粛警察みたいなやつらに卵投げられるわけですよね。そうするともう自分でコントロールできないんで、積極的な採用なんてしたくないという話になるんですね。で、実際その今回の就業者とか失業者のデータ見てると、大きくへこんでるところってやっぱ飲食サービスとか宿泊の、しかも非正規雇用でかつ女性っていうのがもう明確に見えている。コロナの煽り食らったのってまさにこの属性の人たちが多いんですよ。で、2019年までこう就業者増えてるって言ってましたけど、それを押し上げてたのがまさにこういう女性の人たちですから、はい、こういう人たちがこういう危機の局面になると弱い立場に追いやられてしまうっていうのがデータでも裏付けられたという形ですよね。じゃあそこをどう対処するか。そうなんですよ、そこにセーフティネットを引きましょうってことですよね。はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテッテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。最大250万円の事業復活支援金の申請、今週月曜に始まりました。事業復活支援金、2021年11月から22年3月までの間、過去3年間と比べ大幅に減収した月がある事業者が対象です。5ヶ月分に相当する額、一括で給付します。オンラインでのみ申請が可能で、申請サポート会場も設けるということなんですが、月曜日の大竹まことゴールデンラジオに登場したエコノミスト森永卓郎さんパパがですね、番組の中で事業復活支援金に物申しました。今日から事業復活支援金の申請が始まると言っていたのに、1時間前に見たらまだ始まっていない。普通今日から始めると言ったのなら、普通はお店でもデパートでも午前中からやるものだろ、ふざけんじゃねえ、何をやっているんだと激怒。実際のところ経産省の事業復活支援金の資料には31日午後3時以降受付開始と以前から書かれていたということで、まあ、これに対してふざけんじゃねえと、まあ、あの放送に載せたという、まあ、パパでいらっしゃいますけども、これコールセンター何か反応ありましたか。そうですね、意外とあのコールセンターの方にはクレームがなくてですね。なかったですか。まあ、これはでもあの大竹さんの番組も文化放送なわけで、はい、そうです。まあ、やっぱ文化放送リスナーの皆様は非常によく研修を受けてらっしゃってですね、まあ、この程度の暴言だったらコールセンターに言うまでもないなっていう。はい、でさらに言わなきゃいいんですけど、今日始まらないのなら私は一人でデモをやるとまで言い放ち、大竹まことさんもぜひデモをやってもらいたいと背中を押していました。ただ経産省ちゃんと31日午後3時過ぎから中小企業向けの事業復活支援金の申請の受付予定通り始めました。新型コロナウイルス感染を懸念してですね、オンラインのみでの受付にもかかわらず、デモなんかで、その来られたらオンラインにした意味も、まあ、なくなるということのようなんですけど、このあたりはコールセンター反応なしですか。そうですね、まあ、ちょっと文化放送リスナーおよび経済産業省に私が代わりにお詫びを申し上げて
でまあ、そのお詫びした後にですね、私がちょっと今度親父にデモを起こそうかと思います。今度は息子さんである余計なこと言うんじゃねえと、仕事増やすなと、一人でもかける。そうですか。じゃあ今度それは私が背中を押すという状況になってるわけで、いいスパイラルです。もう番組対抗だこれ。はい、まもなく7時です。7時になりました。文化放送おはよう、テラちゃん。2月2日水曜日7時になりました。おはようございます、寺島直政です。日差しが眩しくなってきました。浜松町 5.1 度、北西の風 1.3 メートル、湿度 47% ですね。今日の関東平野部すっきり晴れるでしょう。ただ各地北風強まりそうです。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱い十分ご注意ください。北部の山沿い雪が降るところがあって積雪さらに増えそうです。最高気温東京都心と横浜千葉で11度、埼玉10度の予想です。この気温昨日と同じくらいですが、強めに吹く北風体感温度を下げるでしょう。東京地方今日は晴れ、明日は晴れ時々曇り。本日関東ほぼ全域乾燥注意報ですね。海沿いには波浪強風注意報が出ています。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。森永さん、アサリはよく召し上がります？まあ、貝は好きですね。なんかそんなに毎日のように食べたりはしないっていうか、あの砂抜きがだるいじゃないですか。はい、あれ、まあ、ハズレって私あえて呼びますけども、ジャリッといった瞬間なんか嫌な感じですよね。気持ちになりますよね。なんか別に食べたから痛いとか苦いとかないんですけど、なんかちょっとそうですね、歯にジャリッとこう当たった時はやっちゃったみたいな、ね、そうなんですよ。なんかちょっとね、嫌な気分になりますよ ね、 そうですね。さて、そのアサリなんですけど、農水省がですね、熊本県産として販売されたアサリ一定期間調査し DNA 分析を行ったところ、およそ 97% で外国産が混入している可能性が高いと判定されたと発表しました。農水省、漁獲量を大幅に上回る熊本県産のアサリが販売されている疑いがあるとして、去年10月から12月末まで全国の小売店1000店舗余りで実態調査を行いました。その結果、この3ヶ月の推計販売量は2485トンで、おととし1年間の熊本県での漁獲量21トンを大幅に上回ることが判明しました。また熊本県として販売されているこのアサリを買い上げて DNA 分析を行ったところ、およそ 97% で外国産が混入している可能性が高いと判定されたとしています。これ森永さん、でも売ってたのが3ヶ月で2485トン、熊本で一昨年1年間で取れたのが21トンってあまりに違いすぎませんか。これ何ですか、やっぱ消費者の、ね、はい、信頼を裏切る声でけしからんというのは一言まず添えておきますが、はい、まあ、にしてもですね、ちょっとニュースとしては、はい、ちょっとおバカニュースとして面白いというか、はい、だって1年間で熊本で21トンしか取れてないのに、3ヶ月で2485トン売ってたら、それは熊本産なわけねえだろって話になりますよね。いや、なんかその別にそもそもこのやるなって話なんですけど、はい、やるにしてももうちょっとうまいやり方ないのって思いますよね。そりゃバレるわっていう、まあ、これ推測ですけども、最初はちょび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 やってたら、だんだんこんなになって大きくなっちゃったっていうことなんですかね。大胆すぎますね。バレねえからいいだろっていう、ちょっと領域を超えてしまってますよ ね、 ね、はい、で熊本県の蒲島知事ですが、産地偽装の疑いがあるとみて、生鮮アサリの出荷8日からおよそ2ヶ月停止すると発表しました。農水省、中国韓国産が熊本県産と偽装され出回っていたと見ています。自治体とともに実態の解明に取り組むほか、食品表示法違反の行為が確認された場合には警察などとも連携し厳正に対処する方針ということです。ということは、これ例えば熊本県産は一粒も混じってなくて中国とか韓国産を熊本産って言ってたってことなんですかね。まあ、でも
どうなんですか、分かんないですもんね、その外見だけ見て、はい、これ何さんだなってこちらからすると全く分かんないんで、はい、まあちょっと困っちゃいますよね。よく食品の中ではなんとか入りって書いてあって、はいはいはい、ね、だから大部分違うんだけど、うん、なんとか入りってなってると1個でも、ね、ちょっとでも入ってれば、まあ、嘘じゃないなっていう、うん、そうですね、これはそれとは違うようですね。この漁獲量と販売量の格差を見ると一つ分も入ってないんでしょうね。そうですね、本当だ。で、あの過去ですね、この奈良県の老舗うなぎ屋が中国産うなぎ国産と偽って販売していたことも発覚したばかりです。で、この日本人のブランド志向がこういった問題を生むのかという、まあ、こういう指摘もあるんですけども、このあたりどうなんですかね。うなぎとかの場合はね、タレとかつけちゃうともう味がもうそっちに行っちゃって、はい、より分かんない気もするんですけど、まあ、ただあの最近痩せて食事制限してるんで、はい、なんか嗅覚と味覚がこうやっぱ発達するというか回復してきたんですけど、まあ、その鶏肉って結構そのダイエットかつ筋トレするとかすると味方みたいなものですけど、あのささみとか胸肉とか ね特に一昨日、僕国産の鶏肉食べたんですよ、鍋で、はい、で昨日なんか国産が売り切れてたんでタイ産を買ったんですけど、はい、食べたらやっぱ日本産の方が圧倒的に美味しくって、だから全くわからないのかと言われると、やっぱ日本産って美味しいなって僕は思いましたけど、はい、ただ鶏肉って言ってもね一ブロック結構大きいですから、分かっただけであって、アサリとかだともはや分からないかもしれない味ね。だって見た目も変わらないと思うんで、厳しいですよね。まあ、確かにでも森永さんおっしゃったみたいにこの鶏肉でもいろんなブランドがあってね、はい、それこそ比内地鶏だとかあとシャモだとかね、うん、やっぱり食べてみると違いますものね。そうですね、だから日本の食材って改めて美味しいなって思うし、やっぱそういうのを守っていかないといけないんですよね。で結局その外で取れたものを、まあ、ある意味その漁場から持ってきました、はい、空輸しましたとかだったらまだいいんですけど、怖いのはその外から持ってきたものを一回国内の生態に入れて、その後またこう収穫するとかってやりだすと生態系壊れるんですよね。はあはあ、で僕釣りするから本当によくわかるんですけど、なんか僕が子供の頃にいなかったような魚とかって結構放流されてて、なんかこんな川にこんな魚いんのみたいなことって都内とかでもよくあるんですね。でこれってまあ必ずしもこのなんか食べる用で持ってきて放流ではなく、はい、そのペットとして飼ってたものを飼えなくなったから逃がしてそれが増えちゃって日本の生態系が壊されるみたいなのもあって、はい、だその一瞬なんとなく出来心で話したものがすごい年月をかけて生態系壊して在来種をこう駆逐してしまうっていうのは普通自然環境の中でよく起こりうるので、まあ、そういう意味ではそこまでちょっと視野を広げて考えると、はい、まあ、笑い話で済ますわけにもいかないかなっていう気はしますよね。時刻7時14分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。自宅療養届かぬ医療。自宅で療養する新型コロナウイルスの感染者が急増し、医療面のケアが追いつかない懸念が出ています。東京都の相談窓口、電話が殺到し回線はパンク状態となりました。コロナの飲み薬も在庫が足りないという声が根強く、重症化リスクのある療養者が必要なこの医療にアクセスできる環境整備が急務となっています。自宅療養の増加に対し、東京都、50歳未満の軽症者らについて健康観察を本人に委ねる方針というのに転換しました。でサポートセンターは自宅療養を支えるというふうになっているんですが、初日から対応能力に不安を残したという、まあ、こういうニュースですね。森永さん、まあ、この考えとしてはいいかと思うんですけれども、はい、これが伴ってないとなるとやはり不安ではありますね。あ、そうですね、実際にそのオペレーターさんが対応できたので全体の3割ぐらいなんて報道もありましたんで、まあ、そういう意味で言うとね、なかなか全部はさばけてないという状況ですよね、はい、でこれ昨日もお伝えしたんですけれども、東京都自宅療養者の健康観察のやり方というのを変更しました。簡単に言うと何が変わったかというと、50歳未満の無症状と軽症の自宅療養者、こちらの方々は自分で健康観察してください
ないねというふうに変わったんですね。でこれがまあ大体およそ6割ぐらいに上るというふうに言われてまして、で相談は自宅療養サポートセンターうちサポ東京、まあ、ここには300回線用意して、で24時間、まあ、一応受け付けています。で今森永さんおっしゃったみたいに、まあ、ここで3割ぐらいしか受け付けられなかったというのがどうも現実のようです。ではこの50歳未満で自分で健康観察を行う方々、もしこの体調悪化したらどうすればいいかというと、今度はこのフォローアップセンター、これ看護師がいる方なんですけれども、こちらも24時間、ちゃんとこの受付をしているところではあります。ここに相談をしていくと、まあ、こういうやり方に変わったわけなんですけども、なかなかこのかけた人がみんなこう、すぐにかかったか、そして相談を受け付けられたかというとそうでもないようですね。でオンライン診療、これも十分に機能していないと言います。東京都と都の医師会、去年12月下旬、都内全域対象にオンライン診療をスタートしています。しかし先月末までの利用実績はわずか30件強だったということです。これは広がらないってことなんですね。まあ、そうですね、まあ、その東京都からこう療養者に対する周知が足りないっていうのもあるんでしょうけれども、はい、まあ、あとはその利用するときって確か一旦保健所に連絡して、その後になんかアドレスかなんかもらってアクセスするみたいな話だったと思うんで、まあ、使い勝手が悪いっていうのはあると思うんですよね、はい。まあ、ただそのじゃあなんでそんなことしてんのかっていうと、結局保健所がそれやると情報一元化できるっていうところがメリットだって話だと思うんですけど、はい、まあ、だからこれってまあ初めてのケースなんで、その最初から100点の運用しろっていうのはあまりにも酷な話だし、それを後出しじゃんけんで攻めてもしょうがないんで、はい、まあ、こうやりながらどうやったらうまく回るのかなっていうところを、まあ、こう考えながらやっていくしかないかなとは思いますけどね、はい。でこの昨日の時点でのですね、東京都の自宅療養中の人が7万525人いて、でこのうちの6割としても4万人ぐらいの方が、まあ、軽症とか、はい、まあ、そういったあのですが、300回線しかないっていうとちょっと少ないかなみたいな感じはしますもんね。そうですね。あとやっぱりその、私もそうですけど、別に医療のプロでも医者でも何でもないんで、はい、自分で観察してねとかって言われちゃうと、なんか分かんないじゃないですか。そうですね、どういう症状が出たら気分でも変わりますしね、中等症になっちゃいそうなのかとか、はい、重篤化しそうなのかって分かんないから、そうなるとなんかちょっと熱があるとか、少し喉が痛いとか、それでもなんかちょっとやっぱ不安になっちゃうと思うんですよね、はい。健康な時って別にそんなの気にしないと思いますけど、ね、やっぱ人間少しでもなんか病気になっちゃうと、なんか悪い方悪い方に考えてしまうと思いますので、はい、まあ、だからその結果ね、それだけ自宅療養の人がいれば、それは不安になってとりあえず電話しとくかっていう人も増えちゃいますよ ね、実際にそれほどじゃなかったとしてもですね、はい、うん、はい。でこの重症化を防ぐ飲み薬の供給に不安を訴える声もあります。都内のクリニック、多くの人に使ってもらいたいが薬局の取り扱いに限りがあると話しています。まあ、これも供給量ってことなんですかね。だからでも一時期はね、その先月とかニュースの中で触れましたけど、2月ぐらいには結構十分な量がみたいな話がもともとあったんで、ありましたね、結構変わるかなと思って、今もう2月2日ですか、はい、2月入りましたけど、こんな状況なので、あの時の話は何だったんだって思ってしまいますけどね、はい。続いてはこちら、朝日新聞、経済安全保障、事業者に罰則案。岸田政権が目玉政策に掲げる経済安全保障推進法案、この制定に向けた有識者会議、昨日提言取りまとめました。政府は今月中にも法案を国会に出して成立を目指します。先端技術分野でアメリカと中国が覇権争いをする中、経済安全保障での対応が課題とされます。まあ、ただ法案には事業者への罰則規定も検討されていて、経済界には国の関与が強まることへの警戒感も根強くあると言います。この経済安全保障推進法案の制定に向けた有識者会議、提言取りまとめた罰則があるということですが、これ森永さんいかがですか。はい、これはあのすごく僕はいいと思いますね。はい、でもちろんそのちょっと先ほども触れちゃったんですけれども、まあ、それは経済界側からすれば規制がかかるわけですし、なんなら罰則まであるってことになると、まあ、当然その反発というか、余計なことしてくれるなっていう話は当然出てくるでしょうし、まあ、その人口とかですね、経済成長率とか、
まあ、あくまでそういう数字だけを見れば中国が巨大なマーケットであると、はい、で片や日本国内の需要はこうねしぼんでいっているわけであって、まあ、そういう意味ではその数字だけを見ればですね、中国がすごく魅力的で地理的にも近いしっていうのはよくわかりますと、はい、ただそのちょっとその俗に言うチャイナリスクと呼ばれるものを明らかにこう軽視してるんじゃないかなって思うんですよね、まあ、確かにそれは国が余計な規制かけてくるとその民間の企業からすれば本当いらんことするなんて思う気持ちは分からなくもないですけど、はい、ただ正直僕からするともう今の状況を考えれば国からギャーギャー言われる前にいや経営者として分かれよって思うんですよね。だってそのあっちで得たノウハウとかあっちで作った資産とかっていつ没収されたって全然わからないんですよ、アメリカとかでやるのとは全くわけが違う。だこれ一回でも中国にいる心ある弁護士とかと喋ったことがある人間であれば、はい、言われますから。そうですか。翌日ルールが変わって、はあ、その例えば法人設立もちゃんとルールに従ってやったにもかかわらず、なんか翌日から、まあ、極端な話ルール変わってお前ら違法だとみたいなことを平気で起こる国だよっていうのはよく言われるんで、まあ、そういうリスクがあるっていうのを考えたら、国がギャースか言う前にですね、経営者自身がそのチャイナリスクというものを、まあ、考えて動かなきゃいけないんですが、まあ、どうもその人口とか経済成長率とか、あとはそのねいっぱいいる中間所得者層、富裕層、こういうところにしか目がいってない人たちが経営者に多い気はしますよね、はい、でこの法案なんですが4本柱で構成します。供給網、サプライチェーンの強化、こちらでは経済活動に不可欠な重要物資について工場整備、備蓄などを国が財政支援します。で物資には半導体、医薬品、レアアース、蓄電池、こういったものが想定され、国が機動的に指定解除できるようにします。急な値上がり、供給不足を見越して政府の調査権限も設けるということですね。あとサイバー攻撃に備えた基幹インフラのこの事前審査も柱となっています。エネルギー、水道、情報通信、金融、運輸、郵便、この6つの分野で重要システムを新たに導入する際、国が懸念のある外国製品が使われていないかを審査します。まあ、必要に応じて勧告や命令を出せるようにするということですが、まさに経済安全保障ですね、はい、これはすごく本当大事で、今回のコロナ禍においても、結局そのマスクの、はい、まあ、転売とかされて、ね、1箱4000円とか5000円で売ったりとか、はい、ああいうのもそうだし、ワクチンも海外頼みだし、まあ、このコロナ禍ってある意味その経済安全保障を実感するにはすごいいい機会だったと思っていて、やっぱり何でもかんでもグローバル化で、あの供給体制を外側に持つ、国外に持つと、はい、何か起きた時に、もうすぐ寸断されて国内で何もできませんっていうのが起こるんだよっていうのを、まあ、戦争とかテロじゃなくて、今回その感染症を通じて国民も理解できたと思いますから、有事の時には起きるってことなんですもんね。そうなんですよ、なのでこれを肌身で感じられたっていうのは、まあ良かったことだと思いますし、はい、まあ、今回そのロシア、ウクライナバチバチやってる時にも結局その、もうすでにサイバー攻撃みたいな始まってるみたいな話もあるわけじゃないですか、でこれは別にロシア、ウクライナだけの話じゃなくて、あ、日本だって常に今もやられている可能性ってあるわけで、こういうサイバーセキュリティもそうですし、まあ、ある程度国内でサプライチェーンを完結させるっていう発想、はい、それに対して国が金をつけていくということは非常に大事で、岸田政権に関しては僕は結構いろいろね辛口なこと言うこと多いですけど、はい、この経済安全保障という概念を持ち出して動き出しているというのは、まあ、そのスタンスは僕はすごく賛成ですね、はい、続いてはこちら、朝日新聞、住宅ローン金利6年ぶり高水準。メガバンク3行は昨日、住宅ローン金利の指標となる10年固定のこの基準金利引き上げまして、およそ6年ぶりの高水準となりました。欧米の金融緩和縮小のこの影響などで住宅ローンの金利と連動する長期金利が上昇しているためです。専門家の間には今の金利水準が当面続くという見方も出ています。三菱 UFJ 銀行と三井住友銀行、2月の基準金利を 0.1 ポイント引き上げて、それぞれ年 3.49%、 年 3.5% に、みずほ銀行 0.05 ポイント引き上げて年 2.8 ポイントとしました。
この結果、信用度の高い顧客に適用される10年固定の優遇金利は三菱 UFJ が 0.84%、 三井住友が 1.3%、 みずほが 0.90% になるといいます。この住宅ローン金利の引き上げですけれども、これは森永さんどうご覧になってますか。現状その固定の部分が上げられたっていう話ですけど、結構日本の場合だと多くの人が今変動でローン組んでますから、まだ直接的に影響はないんでしょうけれども、ただね、足元物価も上がってるし、日本は関係ないですけどアメリカが金利引き上げていく、でしかもその回数ももともと3回ぐらいって言われてたのがですね、5から7回ぐらいみたいな、かなり各社引き上げてるんですよね予想、そういうニュースを見てしまうと若干ちょっとこう俺の今組んでる変動金利大丈夫かみたいに思う人たちが出てくるかなっていう気がしますよね。でも以前に比べれば低いは低いですよね。そのずっと長期的に見たら、もう誤差っていうか、大した動きじゃないですけれども、ただ気になさる人は増えそうだなって気がしますよね。で各銀行が住宅ローンの金利を決めるとその参考としている10年もの国債の利回り、1月31日、先週末時点の 0.165% から一時 0.185% まで上昇、これは日銀がマイナス金利政策の導入決めた2016年の1月以来6年ぶりの高い水準となります。で国債売られると利回りが上昇する関係にありまして、今後インフレを抑制するため金融引き締めが進むという見方から、アメリカの長期金利が上昇傾向にあるのを受けて日本の市場にも国債を売る動きが波及し、金利の上昇につながっていると見られています。とこの長期金利の上昇というのはこれ今後どういう影響出てくるんですかね。黒田さんが総裁をやっている間に関して言えばですね、その日本でも多少は上がるかもしれないですけども、アメリカのような水準まで一気に上がるなんてことはまずないでしょうし、むしろ僕が恐れているのはその長期金利、アメリカの方が多分バーッと上がっていくでしょうから、金利差で円安が起きる、で円安になると輸入価格が上がる、結果的に価格転嫁されて消費者物価指数が上がると、で我々民間家計はですね、賃金上がんないし給料上がんない、でも社会保険料とか、雇用保険料ちょっと抜かれたりして、っていう中で物価が上がるとやっぱ国民の不満って当然たまるわけですよね、そうするとなんかわけわかんない方向に批判の的がいく、要はその国債発行してコロナ対策したせいでインフレが起きたとかわけわかんない言う人が出てきたりとか、こう金利差拡大で円安が起きて輸入価格が高いからインフレが起きてるんだから日銀も金利引き上げろとかですね、こういう話が出てきて、で選挙が近いと、こういう世論をですねなんか聞かなきゃいいのに聞く力のある人もいらっしゃるんで、そうすると間違った政策を取って結果的に日本経済がより悪くなるみたいな、こういう負のスパイラルだけは避けてほしいので、やっぱ冷静に見ていきたい、これでコロナの件もそうなんですけれども、だってさっきの話だってその 0.02% とかその程度の動きなわけですよね、でもそれをやっぱこう取り上げて、こんなに何年ぶりに上がってますみたいな感じのことを言うと、普段金利とか見てない人からするとなんかとんでもないことが起きてるかのように聞こえてしまうわけですよ、だからそこらやっぱ冷静になってその惑わされないというか、やっぱ情報ってねその発信する側の意図っていうのはどうしても乗ってきますから ね、からそこは冷静に数字としてどうなんだっけっていうところをちゃんと見ていく、だから本来はねそんなことを国民一人一人がわざわざやる必要もないし、プロだけ見てろって話なんですけども、今はね結局プロと言われる人たちですら微妙な状態なので、残念ながら国民が一人一人冷静に数字を見て、本当にこの情報って合ってんだっけみたいなところを、やらなきゃいけないという非常に面倒くさい世の中になってしまったって感じですよね。続いてはこちら、日経新聞、通信48社車の特許要求、フィンランド、ノキアや NTT など世界の通信関連企業48社がインターネットに常時接続するコネクテッドカー、つながる車という意味ですが、この部品についてトヨタ自動車、ホンダなどに特許料の支払いを求めていることが分かりました。1社あたり最大で年200億円近い負担となって、次世代車のコスト増につながる可能性があるという記事、
通信規格の LTE、4G ですね、この特許料の交渉を担うアメリカ企業のアバンジを通じてトヨタ、ホンダ、日産自動車の国内の車大手3社に、関連特許を包括的に使う代わりに車1台あたり15ドルの支払いを求めています。でこの車の所有者が通信機能を使うかどうかにかかわらず車メーカーに請求すると、アバンチはですね、パテントプールと呼ばれるこの関連特許を持ち寄って共同で交渉する企業です。でノキア、あとアメリカのクアルコム、オランダフィリップスなどがですね参加していて、国内企業からも NTT、ソニーグループ、パナソニック、シャープなどが加わっていて国内外の48社が参加しています。48社で 4G の基盤となる標準必須特許の7割を持っているといいます。まあ、この通信企業の要求、これがあの車メーカーに言っているということなんですが、森永さん、こういうことあるんですね。そうですね、今車両価値、車の価値に占めるソフトの比率っていうのが今1割ぐらいと言われてるんですけども、これから3割ぐらいに引き上がるってことなので、そうなるとこう特許を、ね、要求される機会というのがさらに増えていくと思いますよね。はい、時刻7時31分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。時刻7時33分になるところですね。日経新聞の記事です。ソニーグループ人気ゲームデスティニーを開発するアメリカのバンジーを36億ドル、日本円でおよそ4100億円で買収すると発表しました。アメリカマイクロソフトがユーザー数1億人以上のソフト奥ゲーを持つアメリカ企業をおよそ8兆円で買収するなど、スマートフォン、パソコンなどでも遊べるオープンなソフト優勢迎えているとしています。ディスティニーはですね、広大なゲームフィールドで銃を持って戦うゲーム、FPS と呼ばれるジャンルなんだそうですが、今回異例なのはバンジーの経営の独立性を認めた点です。買収した後もプレイステーション限定のソフトにはしないで、オープンソフトでユーザー数が億を超えるゲームの育成に励むということです。特定のゲーム機に依存しないということなんですが、こういう動きがあるんですね。そうですね、でもやっぱインターネットが発達して以降だんだんそういう風潮ありますよね。もう抱え込むっていうよりは、もうオープンにしていって、とりあえずまずユーザーを増やしていく、マーケットを大きくしていくっていうのがもう一つのやり方、でその後に、プラットフォームを持って気づかれない形で自分のところで情報を集めたりとかっていうところをやっていく人たちが増えたんで、やっぱりその昔の旧態然としたビジネス感覚でビジネスやると、もう今のご時世厳しいよなって、こういうの見ると思いますよね。変わっていってるってことなんですね。またアメリカの IT 大手メタ、旧フェイスブックですね、が主導する仮想通貨 DM、旧リブラですが、この運営団体の DM 協会、仮想通貨の決済システムなどの資産を売却すると発表しました。アメリカ金融当局との協議の結果、 DM の発行困難と判断、2019年の計画公表以来各国金融当局から猛反発を受けていた DM、 発行断念に追い込まれていたということです。こんな動きもありますね。はい、今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんでした。森永さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は武田鉄矢、今朝の三枚おろしです。